アローハー。ハワイ愛が溢れすぎて我慢できないワクノリチャンネルのワクです。今回の動画はハワイのワイキキ中心部にある格安ホテルの中でもコロナ禍にリノベーションをしたホテルに焦点を当てて徹底解説をしてみました。ぜひ動画の最後までご視聴くださいね。まず一つ目のホテルはホワイトサンズホテルです。ホワイトサンズホテルは1965年に開業したホテルになります。場所はワイキキビーチから2ブロックのアラワイ運河近くにホテルがございます。丸亀うどんワイキキ店の裏手にございます。こちらのホテルはインターナショナルマーケットプレイスへも徒歩圏内で行くことができ、お買い物へ行くのにも大変便利な立地となっております。竹の格子に囲まれたモダンなデザインがひときわ目を引きますよね。このホテルの外観に吸い寄せられるようにフロントに入ってみましょう。ホテルの敷地内に一歩足を踏み入れるとヴィンテージ風の外装デザインがノスタルジックな雰囲気が漂うハワイの古き良き時代を彷彿とさせております。それはまるで1960年から70年代のオールドハワイアンへタイムスリップしたかのよう。ホテルの敷地内にございますレトロなパラソルがツーリストの心をくすぐります。それもそのはず、こちらのホテルの内装はサーフジャックホテルのリノベーションを手掛けたベン・ラフター氏によって改装されたそうですよね。敷地には3棟の3階建ての建物が並んでおり、真ん中には中庭があり、プール、ジャグジーが備わっております。こちらのホテルへ滞在したらぜひ中庭のトロピカルガーデン1階のプールサイドで横になってハワイの強い日差しに当たりつつ貿易風に揺らぐヤシの木を感じながら贅沢な時間を過ごされてみてはいかがでしょうか。近年ワイキキではホテルの高層化が進んでおり、低層階のホテルというのは少なくなってきている中で大変貴重なホテルになります。リピーターや長期滞在者に愛されているこのホテルは全部で94室ございます。お部屋の内装もホテルのプールサイドと同様に洗練されたクラシックなデザインとハワイ風インテリアの装飾がとても素敵です。ナチュラルな色彩で落ち着きがあり旅の疲れも癒されそうですよね。今回僕はホワイトサンズホテルの中に新しくできたレストランが気になってしまいましたので訪れてみました。ヘイデイはホノルルはダウンタウンの人気レストラン、フェットを経営していたオーナーがここホワイトサンズにお店をオープンしました。ヘイデイのカウンターにはブランコがあり、ビールを飲みながら食事がいただけるようで、それはまるで子供の頃家族といった遊園地へ来た気分にさせてくれます。料理のメニューは伝統的なハワイ料理を現代風にアレンジさせたメニューがたくさんございました。はい、ハイネケン、ワイキキの中心地にひっそりとあるこちらのレストランは知る人ぞ知る穴場のレストランです。ぜひハワイに行かれた際は行ってみてくださいね。
もある。2つ目のホテルはワイキキサンドビラホテルです。ワイキキサンドビラホテルは1970年に開業したホテルとなっており、14階建てのホテルで全室228室ございます。場所はワイキキビーチから2ブロックのアラワイ運河近くにホテルがございます。こちらのホテルについてもワイキキビーチへ徒歩圏内で行くことができ、お買い物へ行くのも大変便利な立地となっております。ワイキキサンドビラは30年以上もの間日本人経営のホテルとしてきめ細かなサービスに定評があり、特に日本人観光客に愛されたホテルでしたが、コロナ禍に売却、ニューヨークのホテル会社に買収されました。お部屋のリノベーションを得てウェイファインダーワイキキとしてリブランドがされる予定でしたが、僕が行った当時はホテルの名前は変わっておらず、ワイキキサンドビラのままでした。約21メートルの空豆状の流れるプールやジャグジーはご覧の通り営業しておりました。以前は大変日記だった足湯は残念ながらクローズしています。バーとレストランのスペースは営業をしていない様子でした。フロントの脇にはワンズレンタカーのカウンターがございましたが、現在は移転をしており、シーサイドアベニュー店へ移転しております。リノベーションの後のお部屋は白とグリーンを基調にしたシンプルかつ清潔感のあるお部屋に変わっているようですよね。ワイキキサンドビラはアラワイ運河が目の前にございますため、お部屋からの眺望が素晴らしく、晴れた日はもちろんのこと、雨季には綺麗な虹がよく見られます。水回りのトイレはこのクラスのホテルにしては珍しく、全室ウォッシュレット完備な点も健在のようです。ご紹介したこの2つのホテル、立地や築年数、ホテルクラスが非常に似たホテルになりますが、設備や宿泊費など様々な視点で比較分析をしてみましたので、こちらをご覧ください。まず設備面を比較してみます。立地はどちらのホテルもワイキキ中心から2ブロックの好立地になりますので、ビーチやお買い物に行くには大変便利な立地となっております。プール、ジャグジーはどちらのホテルも1階のホテルの敷地を囲むようにございます。エレベーターはホワイトサンズは低層階のホテルだからなのかございませんでしたが、サンドビラにはございます。バルコニーはどちらのホテルにも備わっておりますので、バルコニーでハワイの風を感じれそうですよね。お部屋の広さはホワイトサンズが約15畳に対して、サンドビラは約13畳の広さとなり、サンドビラの方がやや狭いです。チェックイン・チェックアウトの時間はどちらのホテルも同じ時間帯です。バスルームはホワイトサンズはシャワーのみに対し、サンドビラはバスタブ付きのシャワールームになります。バスタブが付いているお部屋となれば、お部屋に使って旅の疲れが取れそうですよね。ウォッシュレットはホワイトサンズにはございませんが、ワイキキサンドビラは全室ウォッシュレット完備。日本人にとってウォッシュレットは非常にありがたいですよね。宿泊料金は1年の中でも一番安い最安値で調べたところ、ホワイトサンズホテルは143ドルから、ワイキキサンドビラは83ドルからとなっておりました。2つのホテルとともに現在はリゾートフィー、アメニティフィーのかかるホテルになりますため、1泊1室あたり25ドル支払います。駐車場がホテルの敷地内に備わっており、ホワイトサンズホテルは35ドル、ワイキキサンドビラは40ドルとなっています。これだけですと実際宿泊費がいくらかかるのか分かりづらかったので、実際どのぐらい費用がかかるのかを計算してみましたところ、驚きの結果が出ました。宿泊期間は10月15日から21日の1週間の滞在で、一室2名の宿泊で、見積もりはホテルの直サイトから出しました。
こちらの料金は室料、消費税、宿泊税、リゾートフィーすべての合計の料金になります。ホワイトサンズホテルは室料$1,156.32に加え、税金、リゾートフィーが$384.66で合計$1,540.98となりましたが、ワイキキサンドビラホテルは室料$588.75に加え、税金、リゾートフィーが$282.69で合計$871.44となりました。なんとワイキキサンドビラの方が宿泊費をかなり抑えられていることが判明してしまいました。ハワイに何度も行きたいと思うなら、ホテル代と航空券代をケチるしかないという方はサンドビラがおすすめですが、同じクラスのホテルの中でも何かと話題のホテルに泊まりたい、インスタ映えが重視という方はホワイトサンズホテルがおすすめです。僕がもし泊まるとしたらどちらにするか。何回もハワイへ行きたい枠さん一人だけだったらワイキキサンドビラにするかもしれません。妻と2人でハワイへ行くとしたらホワイトサンズホテルが楽しめそうですよね。余談ですが、コロナのパンデミックがあったのでキャンセルをしましたが、妻との次回のハワイはホワイトサンズホテルに決めていて予約もしていたんですよ。皆様はどちらのホテルに泊まってみたいですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。マッハロー。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。次の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではマッハロー。